都内でロボットを使ったスポーツ交流会が開かれました。参加したのは重度の障害がある人たち。久しぶりの交流に参加者たちの笑顔があふれました。先月都内で行われたのはロボットを使ったサッカーの試合です。赤と青に分かれた6体のロボットが黄色のボールを押してゴールを目指します。そのロボットを操作するのは、さあそして皆さんお待たせしました、みんなの家が戻ってきた。遠く離れた障害者施設の利用者たちです。遠隔ロボットを活用し、それぞれ別々の障害者施設から試合会場にあるロボットを操作しています。東京都が初めて開催したこの取り組みは、外出困難な重度の障害がある人に施設にいながらスポーツを体験してもらうために行ったもので、この日は都内の6つの施設からおよそ70人が参加しました。私ね、勝って嬉しかった、はい、すっごく嬉しくて、ええ、私胸がドキドキしました。サッカーのほか、ロボットで風船を割った数を競うオリジナル競技なども行われ、出場者だけでなく応援にも熱が入るなど、施設内は大いに盛り上がりました。なかなか外に出て交流する機会も少ないので、こういう慣れた場所から多くの方とこう触れ合ってスポーツで楽しむっていうことを、体験されて、すごい皆さん楽しまれていたなって思いました。東京都は今後も障害がある人でもスポーツに触れることができる取り組みを続けていくということです。